はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ゴンゲンです。それではゼルダの伝説の実況の続きをしていこうと思います。前回はですね、レベル7のダンジョンまでクリアしましたので、今回はね、レベル8のダンジョンに行ってみたいと思います。トライフォースも残りあと1枚ですね。これで8枚ね、集まるかと思います。よよ。で、レベル8のダンジョンはですね、どこだ？大体の場所は覚えてるんですけれど、正確な位置がね、うろ覚えなので、ちょっとあっちこっち回ってしまうかもしれません。ですね、こっちじゃないですね。ここはどこ？あ、ちょうどいいですね。ちょっと回復しましょう。は。そういえば、レベル8のダンジョンに行くための、なんかヒントがどっかでもらえたと思ったんですけれども、ちょっとね、ゲーム内で出てきてないんで、まあ、直接ね、行ってしまおうかなと思ってるんですけれど、違う。意外に近い場所なんですけれども、あんまりよく覚えてないですね。この辺かな？ここを東に行ったあたりですかね。あ、ここですね。確かなんかヒントかなんかがあっただと思ったんですけれども、まあいっか。ここのね、隠し階段がレベル8のダンジョンの入り口です。じゃあまずね、右の部屋から行ってみましょう。よよ、どうなってるんだ？ん？わっ。いきなりなんか、中ボスっぽいのが、間違えた。暗い。当たらないな。結構こいつ、苦手なんですよね、実は。あれ。よし。爆弾をものすごく使ってしまった。足りるかな？大丈夫かな？これはちょっと厄介ですね。よし。わー、やばいやばいやばい。ほっ。わ。ここは何？これはバイブルですね。これを取るとですね、このマジカルロットから、まあ、呪文がね、出るんですけれども、最後はね、炎に変わるんですね。これもなんかいまいちね、
使いどころがよくわからないんですけれど、まあいいでしょう。じゃあ上ですね。ん？これは何？わあ。私の苦手な敵がバンバン出てきますね。よし、もう一発ぐらい。この辺。食らわないな。よし。ん？上。一応左右に仕掛けときましょうか。ちょっともったいなかったかな。どうしよっかな。こいつには炎は効くんですかね。ボー、あれ効かない。うわ、処理押しがすごいな。ハートくれー。弾が出すぎだ。よっ。鍵。じゃあ鍵を使っちゃいましょう。ここは何？コンパス。よっ。別に倒す必要はないんですけどね。ちょっとまあ一応倒して、よし、行きましょう。こういうところでね、時計が出ると本当に嬉しいですね。ん？よし。じゃあ左から行ってみましょうか。一応明かりをつけて。あ、間違えた。お、爆弾は嬉しいですね。ちょっと左に行ってみましょうか。これは何？鍵か。爆弾は残り8個。ちょっと使ってみましょうか。意味がないと。このダンジョンの形もなんとなく覚えてるんですけれど、ちょっとね、早く地図が欲しいですね。もっとゴマ。結構今までのなんか中ボスというか、そういうのがね、なんかいっぱい出てきますね、ここは。よ、よし。じゃあ上の部屋から行きましょう。デスマウンテンで矢を探せと。デスマウンテンで矢を探せ。ああ、なるほど。これは壊れるかな。壊れない。もったいないかな。いっか。デスマウンテンで矢を探せと。確か銀の矢のお話
だと思います。わっ、あれ、ふっ、お金よりも今はハートが欲しいですね。わあ、このね、真ん中らへんにいるとまあ弾は出てこないんですけれど、ちょっとね立ち回りが不便になってしまうので、よし、お、いいとこ発見。ちょっと心もとないな。2つ半。うわ、来た。お、妖精。お、もう一1匹ぐらい妖精出てほしいんですけど、出ません。妖精は何匹って数えるのかどうかはわからないです。何人かな。はい、爆弾は嬉しいけれども、ちょっとハートが厳しいぞ。ん？ワープゾーンですね。うわぁ。なんか隣でボスが泣いてるんで、ちょっと戻りますか。せっかくね、倒したんですけど。まあ、あとね、薬も2回使えるんで。これ上開くのかな。開きますね、やっぱり。わあ、よし、あ、取っちゃった。図が出た。横はどうですかね。開きますね、やっぱり。ん？お金の部屋。上に行って、あれ？何もないですね、ここは。何もないはずないんですよね、こういうところは。やっぱり。うわー、危ない。薬投入。ふう。危なかった。よっ。うわ。よ、は、あれ、爆弾か。あと2つ使って取りましょうか。おっと、またゴーマが。そろそろ開く。よっ、あれ。なかなかタイミングが難しいですね。ここは何です？
赤タートナックの部屋。おお、なんか爆弾がいっぱい出てくるな。あれ、あんまり意味のない部屋だったのかな。こっちは、ここはなんか意味深な部屋ですね。よっ、最後に時計が出てもね。お、これはマジカルキーじゃないですか。これでね、鍵が無限に使えるようになりますね。鍵の数が A になってるんですけれども、オールマイティの A かな、多分。下は行きましたね。じゃあさっきのね、ワープゾーンみたいなところに行きたいんですけれど、わー、復活してる。あれ？まだ行ってない部屋は？左の方の一角にまだ行ってないですね。ちょっとすいません。あ、失礼しました。ちょっと今日はね、喉の調子があんまりよろしくないんですけれど、うわっ、もう一匹。わ、ここがワープゾーンでしたっけ？ですよね。そういえばこれでもうインベントリーは全部揃ったのかな？ここはなんだっけ？あ、あと餌ですね。まあ餌はもう必要はないかな。レベル7のダンジョンで確か必要と言いますかね、あそこで使ってなくなっちゃったのかな。あ、そっか、鍵とか別に取る必要はないんですよね。もうこっち来て。もうめんどくさい敵だなこれは。こうダメージをね、食らっちゃいましたね。ん？よっ、あれ。うわっ。もうしまったライオンの鍵を探せ。ライオンの鍵はもうもらいましたね。じゃあここがもうボスですね。一応薬飲んときましょうね。ここまで来て死ぬのは嫌なんで。
よし、ここのボスはグリオフかなですね。あ、やべ、よし、これでね、最後のトライフォースが完成ですね。あ、そっか、ここだと出ないんですね。これでレベル8のダンジョンはクリアになります。でね、トライフォースが三角形完成しましたね。いて、それではですね、ちょっとデスマウンテン行ってみましょうかね。デスマウンテンは北西の方ですね。これは戻ってこうと。もうちょい先かな？もうちょいでもないか。まだまだですね。何も出ない。この辺はね、本当にめったに来ないですよね。ここかな？ですね。一応まあ敵を片付けて、見て、左側でしたかね。ほい、ここですね。まあ、メガネ岩は死への入り口とかいうヒントがどっかでね、聞いたと思うんですけれども、このまあ、メガネみたいな岩、まあ、これがね、最後のダンジョンですよっていうことですね。ここは何？あ、ちょうどいいですね。薬を使っちゃったんで、薬買ってきましょう。これで爆弾もフルですね。それではですね、今回はこの辺で終了したいと思います。で、次回ですね、いよいよね、レベル9のダンジョンに挑戦したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、残るはね、ここデスマウンテンの攻略のみになりますので、最後まで頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。